広島サバイバーとは、アメリカ合衆国国立樹木園にある、御葉松の盆栽。もともと盆栽を所有し育てていた、広島の盆栽職人である、山木るから、山木松、山木盆栽とも、宮島御葉松の盆栽で、樹高100センチメートル、幹の最大直径30センチメートル。手入れを始めたのが1625年であることから、 遅くとも2025年には樹齢400年に達する。アメリカ国立樹木園内、盆栽、盆景博物館の日本館に展示されており、その中で最も高樹齢にあたる。もう一つの特徴が、1945年、広島市への原子爆弾投下によって被爆した、被爆樹木ということである。山木家は、江戸時代から林業と盆栽を家業にしており、この盆栽は、 当時爆心地から約2.5キロメートル離れた山木家の庭に黒松などの多数の盆栽と共にあり、原爆の閃光、爆風を直接浴びているが、庭の周りの家屋がある程度遮ったため無事だった。また、山木家のある恋は被爆後1時間近く降った黒い雨の降雨地域であるが、この盆栽に目立った症状は現れていない。1976年、 アメリカ独立宣言200周年記念を機に、日本盆栽協会からアメリカ盆栽、盆景博物館へ数点寄付をする話となり、協会広島支部長だった山木勝もこれに答え寄付し、現在に至っている。当初アメリカ側はこの盆栽が被爆していた事実を知っておらず、2001年、山木の家族が来園した際に、初めて知ることになる。ありがとうございます。